皆さんこんにちは。改めましてリメージです。今回は最近取り入れている斬新な美容アイテムを皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。本当にこのアイテムを取り入れて肌の調子がすごく上がったのと、プラス最近韓国に短期滞在をしていて、美容医療からスキンケア、そして肌知識、肌の状態までも全てねアップグレードして帰ってきました。すごく本当にいろいろ勉強になって、美容医療とかスキンケアみたいに外から取り入れるのもすごく大事なんですけれども、最近取り入れてるのはインナーケアです。日本でも昨今すごく話題で取り上げられているレチノールが、今や韓国では飲むレチノールに変化しているんです。すごくない？レチノールって飲めるっていう概念がなかったから、私の中で今ね、最近その飲むレチノールをすごく取り入れています。さらにビーガンカテキン成分も取り入れて、めちゃめちゃねインナーケアにこのように力を入れているんですけれども、早速このインナービューティー2点について皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。私の動画では元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅動画も出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは早速動画に行ってみましょう。韓国でね、あの有名なアモーレパシフィックから出ているスーパーレチノール C とグリーンスリムアップです。なんとこのバイタルビューティーは約70年もの皮膚科学の研究を経て完成された商品なんですね。特に私が気に入っているのが、こちらのスーパーレチノール C です。でも体に取り入れるレチノールって皆さん少し不安を感じませんか？私自身レチノールって体に取り入れるっていう概念が今までなかったので、すごく不安だったんですね。もともとね、レチノールっていうのはどんな効果があるのかっていうと、肌にハリツヤ、そして細かいシワなどを改善できて、肌の代謝を促してくれるビタミン A の成分のことなんですけれども、レチノールって懸念点があって、敏感肌の方が使えないんですね。これはなんで敏感肌の方がご使用できないかというと、レチノールを肌に塗布すると肌のターンオーバーの時に A 反応というものが肌に生じるんだよね。皮むけが起きたり、赤みが生じたり、痒みが生じたりしてしまいます。なので、塗布する、塗るレチノールっていうのはそういった懸念点が一つありますので、敏感肌の方がご使用できないっていうのが大きな、ね、問題点だったんです。レチノールの濃度の高いものから低いものまでね、使用したことがあるんですけれども、どうしてもね効果を高めたいと思うと濃度の高いものをチャレンジしてしまったり、そうすることによって大きくダウンタイムになってしまったりする。で、今回おすすめするその飲むレチノールは、この A 反応の時に起こるダウンタイムがなしでちゃんとした効果効能が得られるっていうレチノールなの。これすごくない？これは本当に皆さんに紹介したいなと思った製品なのね。ちなみに私は今飲むレチノールを2週間試しているんですけれども、肌調子がすごくいいんだよね。本当にあのダウンタイムを取らなくていいので、めちゃめちゃあの画期的だと思うんですけれども、実際にね今これを飲んでみたいなと思います。このぐらいのねスティック状に入っていて、で飲むタイミングはいつでも大丈夫です。飲んでみますね。なんか少し酸味のあるラムネのような味なんですよ。水と一緒に飲んでもいいんですけど、全然このまま飲めます。ちょっとやっぱりね酸っぱい、味も美味しいし、水がいらないのでどこでも飲める。でしかも小さいから、携帯と比べるとかなり小さいよ。携帯よりもすごい小さいから、どこでもさっと飲めるっていうのがすごくいいなと思います。なんかこういう私サプリ系のものって、特に粉って私すっごく苦手で、薬とかもすごい粉嫌なんだけど、味が美味しくないと絶対に続かないと思うの。めんどくさいなって思わなくなるサプリがやっぱり一番続くと思うんですよね。で成分についてもね、すごくいいものが配合されているのでお伝えをしていきたいなと思うんですけれども、これはモリンガ波から発見されたレチノールなんですね。でモリンガ波ってどんなものかっていうと、タンパク質とかあと栄養素の高い葉っぱなんですけれども、抗がん作用にも効果が期待できるものです。その他にもミネラルやポリフェノールもすごくたっぷり配合されているものから
抽出しているレチノールで、こういった植物から検出されるレチノールすごく増えていて、最近ではマメ科のバクチオールとかもゼオスキンで取り入れられているレチノールですね。もちろんスーパーレチノール C ということだからビタミン C は配合されているんですけれども、ビタミン C の他にもカリウムなども配合されています。で、さらに亜鉛も配合されていて、亜鉛ってどういった効果効能があるかっていうと、肌のターンオーバーを促進するのをサポートしてくれる役割、プラスシミそばかすを防いでくれるっていう効果もあります。さらにコラーゲンも単体で配合されているので、本当にね、お肌にはなくてはならない成分がギュッと詰まったのがこのスーパーレチノールです。で、このレチノールっていうのは肌の深部までしっかりと成分を安定させた状態で肌に取り入れるっていうのはすごく高度な技術が必要になってくるんですね。このスーパーレチノールにもレチノールをしっかりと安定させた状態で体の内部に取り入れるレチノール安定化顆粒コーティング技術っていうのを配合されています。で、いくつかこれは注意点がございまして、ご妊娠中の方は専門医に必ずこれを服用していいかを確認していただいてからご使用ください。最初は1日に1本目安でいいんですけれども、慣れてきたら2本に増やすことができます。2本にした場合、しっかりとビタミン C が体内に吸収されるように水分を多めに取ってください。続いてメタグリーンスリムアップについて皆さんにシェアをさせていただきます。1秒に3粒ずつ売れていると言われている楽天ランキングにもランクインしているサプリメントです。サプリ詳しい方とかだったらこれすごい見たことある方多いんではないかなと思います。厳しいビーガン認定をクリアしたカテキン調剤です。これは簡単に言うと体脂肪をコントロールしてくれるサプリメントなんですけれども、余分な成分は入れずに体脂肪を軽減するためだけに作られたサプリメントになります。食後に3粒摂取するだけで、体脂肪はもちろん代謝をアップ、そしてタンパク質をサポートしてくれる役割があるサプリメントなんですけれども、主成分は緑茶カテキンでポリフェノールの一種で、中でも抗酸化作用配合で体を強く健康にします。13回の検査をパスした優れた緑茶だけを厳選。2010年韓国で初めて緑茶エキスで体脂肪減少に役立つ機能性が認められました。緑茶カテキン以外にもバランスの取れた栄養設計が叶い、食事から摂取した炭水化物、脂質、タンパク質の代謝を助けてエネルギーに転換するには欠かせないパントテン酸も摂取できます。このサプリメント比較的小粒ですごく飲みやすくて、正直これだけ飲んだとしてもすごくこう見た目が変わったなっていうのは正直ならないので、あくまでも体脂肪を軽減するためのサポートとして飲むものなので、必ず有酸素運動を取り入れながらこれを飲んでいただくのがいいかなと思います。私も今まで食べないダイエットとか、お家だけで筋トレとかヨガとかホットヨガとかいろいろやってみたんですけれども、ちゃんと有酸素運動を取り入れてこういったサポートになるサプリメントを取り入れることが一番ダイエットとして見た目の変化とか変わるかなと思います。韓国にいる時から約もう4ヶ月ちょい、私ずっとダイエットをしていて、本当にね、着実にゆっくり体重も減っていってるんですけれども、このサプリメントをうまく取り入れて、食後の後に3粒飲むようにしています。同じ体重の人でも体脂肪率が違うだけですごく見た目の変化が、変わると思います。なのでインナービューティーケアをダイエットと併用してうまく取り入れることがすごくね、重要になってくるかなと思います。こちらもね、注意事項ございまして、妊娠中の方はご使用いただけません。確実な効果を発揮するために必ず食後に3粒だけお飲みください。もし他のサプリメントも飲んでいて、これもカテキンもちょっと入れたいなっていう方でしたら2時間置いてから服用してください。ということで、今回のインナービューティーケアいかがだったでしょうか。私の動画でインナービューティーケア出すのは初めてだと思うんですけど、私いろいろね取り入れている中でもやっぱりこの特にスーパーレチノール C すごく良かったので、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思います。もうこれはね、ずっとね飲み続けたいなと思うレチノールです。やっぱりこういった簡単にいい成分が取り入れられる時代になったからこそ、自分に合ったものを上手に取り入れていただくのがやっぱりベストかなと思います。
本当に市場にいろんなものがたくさんあって、どれを選んでいいか分かんない方すごく多いと思うんですけれども、その中でも今日ご紹介した2点に関しては約70年もの皮膚科学の研究を経て作られたものでありますので、ぜひね皆さんも気になった方は概要欄をチェックしてみてください。何か試してほしいインナーケアとかスキンケア、またコスメもございましたら皆さんにどんどんシェアさせていただきたいなと思いますので、ぜひコメントをしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。